し方。この技は引っ込み、相手が引っ込んだのを潰して押さえていくと。いいですね。はい、まず、はい、右手で相手の膝をしっかり押さえる、脇を締める。はい、今度は左手で相手の、はい、あの膝を抱く。その時に頭を上げて胸を張って、はい、ぐーっと前へ出ながら、また先の格好だな。それで相手の、はい、ズボンの真下を持って、はい、腕をできるだけ伸ばす、顎を引いて、はい、そのままずーっと大きく円を描いて、押さえ込み、横潮の押さえ込み入る。そうすると自然に首が締まってくる。こちらには首が締まるから、こちらには逃げれない。首が締まってるから。向こうへ反対に逃げようと思うと、こっちがズボン持っとるから逃げれない。はい。これで押さえ込み。脇を締めて、はい。引っ込み。はい、そしたら、はい、右手で相手の膝を力っぽい押さえ、はい、そこで、はい、左手で相手の、はい、はい、襟を持って胸張って大きく、はい、大きく円を描いて後ろへ下がれ、はい、右手を脇を締め、はい、そのまま、はい、ぐっと後ろへ下がって、さあさあさあ下がれ、じっと取れ、よーし。はい、これだけ今度反対、はい、反対した方が足が取れる、はい、始め、はい、しっかり襟元引っ張れよ、はい、右手でしっかり膝を押せ、膝を右手で、そう、それで胸張って頭持ち上げて、そう、さあ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 、ぐわっと胸張って大きく円をかけ、はい、そこで脇を締めて、そう、足の膝を持ったときに、相手の、いわゆる股割りの形になるわけだな、股割り。はい、よろしいです。はい。鼠径部しっかり持てよ。鼠径部とかしっかり持てよ、さあ。はい、それで今度こうなったときに、こっちの足がこ中に向いたら、中に、ここを持って中側に押さえる、ああ、そう、それで後ろ下がる、そう、それでこの足が外に向いた、こうなった場合は今度はここを、そこを持って、そう、外に押さえる、そうそうそう、それで後ろ下がる、そうそうそう、それで入っていく、はい、そう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 、はい、その時お前乗りすぎて帰るの、ああ、いい、もうそれ解散でいいから、そこじっと止まって、はい、よしよし、はい、この膝坊主がいつもここへつけて、相手のここにつけて膝坊主をね、それで胸張って降りさせる、はい、相手が返そうとしたらちょっとあの後ろ下がりさせるんです、この入り方は寝技の足の非常に強い上手な人とやるときに入る技です。足を両足を制して入っていきます。まず膝坊主を持って、はい、それから、はい、これで、はい、両足を揃えて、はい、鼠径部のところをできるだけ深く両方持つ、はい、両方持つ、そこで相手の足をぐっと曲げてしまう、曲げて、はい、この膝の関節も腰の関節も曲げる、そこで今度は自分が、はい、後ろに伸ばして、はい、膝関節を取る、そうしたら今度はこの足、左足で相手のちょうど足首のところにこういうふうにかけてしまう、そうすると下の人は全然動けない、はい、それから今度は、はい、左腕を相手の背骨から伸ばしていく、はい、それで襟を持つ、はい、そのままこの時絶対これを離しちゃダメよ、この手を、
このまま抑え込みだよ。これで、はい、脇を締めて、ぐっとそのまま脇を締めておく。これで抑え込み。はい、ここの力を抜いて、こっちの肩をしっかり出していく。はい。まず膝を制して、はい、足を使うからね、足が強い人がおるから、はい、それで足を制して、できるだけ側面を深く持つ。それでぐっと足を曲げてしまう。それで後ろへ下がる。はい。はい、そのまま、はい、じわ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 上へ上がっていて、はい、ここで、はい、後ろ傘に入ってしまう。はい、後ろ傘に入ってしまう。いい。ですから、絶対離しちゃダメよ。右手、股の足を。はい。股の足を離しちゃいけない。はい、しっかり上がってみて。